防具屋さんで大事件が発生していた。時は3時間前に遡る。あ、いらっしゃいませ。これ売りたいんだけど。ごめんなさい、今店主がいないからお値段わからなくて。じゃあただでいいから引き取って。よかったのかな、ただで。変なお客だったマモ。そうだね。ガビ、どうしたんですか、いきなり。リリエッタさん、その防具エロいな、どうしたんだ。遅かったじゃない、呪われた装備を着ちゃったマモ。急いで強い魔力で脱がさないとまずい。こんなことしたら公共の電波で放送できなくなるんじゃ。早くしないと脱がせなくなってしまうかもしれない。マウンテン、女王様と呼びなさい。ヤッホー。取り込み中だったか。ハレンチですわ。リリエタさんが呪いの装備を着ちゃったみたいで。なるほど、朝飯前ですわ。生意気。もうダメか。いや、よかったのか。待たせたな。すぐに白魔法で呪いを解く。待ってくれ、カウツ君は顔を伏せていろ。出血多量で死ん、すでに出していたから大丈夫か。では行くぞ、白魔法装備全解除と謎の光。なんで裸に。さあこれを着て。リリエッタさん、元にも。そうだ、全てのエロ装備は生きているからだな。それにしても装備したのが僕や天使じゃなくてよかったですね。おしゃれ。